演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートのドーナツ3種類を食べたいと思います。少し前はだいぶ流行ってたコンビニドーナツもなんだか下火になってきちゃいましたね。残念だな、もっと種類いろいろあったのに。でもその中でも生き残っているということは人気があるということなのでしょうね。ではこのチョコをかけたさっくり食感のオールドファッションドーナツをから食べてみたいと思います。オールドファッションがさらに進化したことなのかな。通常のオールドファッションもそのまま売ってたので派生種ということなのでしょうかね。こんな感じですね。上はチョコいっぱいですね。で断面はこんな感じです。ではいただきます。サク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 、どのドーナツもサク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 していますね。だからサク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 食べちゃう。最初に食べたこちらのオールドファッションドーナツは確かに上の部分がサクサクしていて、他のオールドファッションドーナツはちょっと違う感じはしましたね。サクサクとした音も楽しめてよかったのですが、生地の方がもうちょっと歯ごたえあってもよかったかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。そして2つ目の牛乳いちごみのミルクチロッキーは外側がサクサクで中はしっとりみっちりとしたチュロスの美味しさが引き立つドーナツでした。チュロスのサクッとした音がしっかり心地よく込めたのでとっても美味しかったです。今回の中では一番好きですね。なのでこちらの点数とさせていただきます。そして同じくチュロスのチョコチロキでした。こちらちょっとチョコが強いかなというような印象でしたので、ちょっと甘ったるい感じになっちゃったのは残念かな。もうちょっとチュロスとしての生地の分も生かしてほしかったなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。短いよ朝が来るので夏来るか、夜が短くなれば夏が近いですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。